はい、どうも、うみです。本日はドトコイ続きからやっていこうと思います。私は前回にカイドウくんも攻略してもう激々萌え萌えパラダイスだったんですけど、ここにね、なんか新しくエキストラとかアナザーストーリーっていうのがね増えてて、これでねスチルが見えるんだよ。いやーめっちゃね、これおまけやばくない？見て、やばくない？やばくない？もう最高じゃない？玉ねぎ、料理頑張ってるんだよね。あ、最高。ありがとう。玉ねぎだけでも私いただく。かわいい。これ、ちょっとごめんなさい。いきなり気持ち悪い。私ども、言動を見てしまったんですけど、これはね、まだ1個だけゲットしてないから、ちょっとこれはね、後々またやっていこうと思います。で、今日からは、あの子、緑の子、源くんだったかな？を攻略していこうと思います。で、まあ、序盤はいいのかな？だから、ここはね、あれだもんね、2人多分一緒だから好感度上がるの。データ4、ここからにしようかな。ここで多分この2人なってるから、じゃあ私こっからやろうと思います。はい。最初、多分何回か見たことある部分あると思うけど、ちょっと振り返りということでね、やっていこうと思います。じゃあここで放課後どうしよう、少し残る。はい。今日は掃除当番だった。さっさと終わらせちゃおう。他の当番の人は、あ、これ見た。ギュイギュイーン来たぜ、武道館。うわぁ。イカれたメンバーを紹介するぜ。ボーカル俺、ギター俺、ベース俺、源くん。はい。じゃあここは、ドラム私って乗ったんだよね、確か。多分これが好感度上がるやつ。ドラム私、以上だ。アリーナー、イエーイ。1階席、2階席、立ち見早いな、早技だな。イエーイイエーイイエーイ。その後も箱が揺れまくった。箱が揺れるんだね。うん。無事に1日が終わった。はい、こうやって当たり前になっていくのかな。よし、順調に。じゃあ源くんをね、とりあえず一段階上がったとこまではね見たからね。じゃあそこまではとりあえずパーって行っていこう。はい、ウォーキング。あ、これは、あ、もうこの時点で上がるんだ。なるほど、なるほど。結構早かったね。昇竜拳、ジュクシ。あ、これ初めてか。あ、初めてだね。昇竜拳、ジュクシ。ジュクシ、懐かしいな、なんか。バリア、バリア。もしかして、源くん？好感度上がったんだ。源くん、こんにちは。今日も元気そうだね。海の沢、こんなとこで何してるんだ？いや、特に何もしてないんだけど。じゃあ、ストツーごっこしようぜ。ストツー？何それ？ストツー？ちょっと待って。これは乗った方が絶対にいいと思うから。じゃあ、このセーブデータ2を、源くんゾーンにしよう。じゃあ、私。ストツー、多分乗った方がいいよね、この子は。ヨガファイヤー！ヨガファイヤー！うーわ。うーわ、うーわ、なに？あー、びっくりした。 KO。 あー、引かれたかと思った、源くんに。源くん、楽しかった？うん。こうやってみんなと遊ぶと辛いことを全部忘れられるぜ。源くんの辛いことって？辛いこと？なんにもね。それはそれでよかった。いや、意外とこういう子に限ってありそうだよ、何か。それを私がなんとかしよう。じゃあ次は選択肢また飛ばしていこう。この先生もちょっと気になるんだよね。どうやったら攻略できるんだろう。35点、あちゃー。はい。35点？あれ？そんな低かったっけ私。低くなかったよね。なるほど。選ぶ人によって変わってくんのかな。もうちょっと高かったよね。こんなに高いって言った記憶あるもん。英語のテスト、悲惨な点数だったな。源くんとつるんだから自分もバカになったみたいな。いやー、影響されてるじゃん。みんなはどうだったんだろう。あ、あそこにいるのは。お、はいはい。るいくん、源くん、英語のテストどうだった ?3! そりゃ3の人といたらそうなるわな。え？逆に1問合ってたぜ。選択問題が？すげえ、選択問題で3点って全部外してるってことじゃん。イエス！かける言葉が見つからないよ。
とか言いつつ俺も50点なんだけど、半分は取れてんね。まだるいくんは普通だね、意外。失礼。うみちゃん、本気出せばもっとできるから。本当かな、俺はいつも本気だぜ。それは本当っぽい。確かに、初テストだったし仕方ないよね。今日は寄り道してっちゃおっと。いいね、前向きのところ。ん、あそこにいるのは、お、ファミチキモグモグ。あるもんね、ここに。あ、うみちゃんじゃん、こっちで話してこうよ。もちろん、モグモグ。るいくんは帰国子女なんだよね。と言っても小さい頃に帰ってきたから全然覚えてないし、英語とか全く喋れないんだよね。へえ、ウエンツみたい。例えが的確。めっちゃよく言われる。でもさ、ルイはグッドルッキング、グッドルッキングガイだ。気にすんなよ。え、どういうこと？それはどうも、ルイくんはグッドルッキングガイなんだ。え、どういうこと？いい男ってことだよね。まあ来月は中間テスト、勉強は頑張りたいけど呪いが気がか、あ、これは、あれ、タヌキ出てくるかと思ったのに。4月最後の学校、気合い入れていこう。はい、じゃあ軽く予習しよう。セーブして、はい、ほい、いいよ、どんどん上げていこう。それでここの動詞と接続詞が予習したおかげで今日の授業はバッチリ。えら、予習とか私一度もしたことない。内容がわかると楽しいかも。ふんふんふん、源くん何してるんだろう。かわいい。めちゃくちゃかわいいじゃん。これはどれだったっけ。あ、やっと消せた。すいません、私いつもここのね消し方忘れちゃう。いや待って、うまっ。漫画家の才能あるんじゃない。これ漫画描いてるよね絶対。誰このイカチおじさん、うまっ。うまく描けたぜ。いやマジでうまい。ノートに枝島平六の落書きして、誰、そろそろ当てられそうなんだけど、なんかそんな名前の感じのね雰囲気はしてるけど、誰。このまま放っておくのもな、どうしよう。あー、なるほど、ここで作るのか。じゃあはい、ここに書いて、惜しい。どうする。いやでも教えてあげた方がいいよね、放っておいたら絶対に大変なことになりそう。源くん、うん、なんだ皆さん。源くん、そろそろ当てられるよ。今どこやってるか分かってる？俺は男塾の模写してるぜ。そりゃ見ればわかるよ。教科書20ページ開いて、今読んでるのはこの辺だよ。助かったぜ海の沢。どういたしまして。授業はちゃんと聞いておくんだよ。あと教科書に自分の名前書いてね。りょ。りょってなんか久しぶりだな。源栄治。ローマ字で書くのかよ。英語の教科書じゃなかったらローマ字で書く意味ないね。まあ源くんの役には立ててたよね。はいはい、放課後どうしようかな。よかったよかった、無事。あ、ここは関係ないのか。じゃあ一緒に帰る人探そう。うん、ちょっと二階堂くんもう一回見たいぐらいあるけど。うみちゃん、帰るなら俺と一緒に帰ろうよ。この辺案内するよ。もちろん。やったね。やったねってね、かわいいね。今日は源くんと一緒じゃないの。エイジは陸上部があるからね。あ、部活入ってるみたい、言ってたね。部活やってるんだ。ほんとバカみたいに早いんだよ。部活相手からさらにタイム縮めてるし。るいくんは何かやってないの。ま、それは秘密かな。バッチャウインクしただろう音なんだけど、うん、何してるか一丁わからんよそれ。そっか。あれ、うみちゃん、え、俺の脳卒ウィンク、これを見た人はみんな幸せな微笑みをたたえるんだけどな。ほざけほざけ言っとこう。ある意味面白い顔だとは思うけど、次は笑えるように頑張るよ。これ傷つくな。お、面白い顔。そっか、鏡の前で自主練しなきゃな。お互い頑張ろうね。はい。絶対今の好感度上がらないだろうね。はい。じゃあ次ここでポンタだったっけ、あのタヌキ来るんじゃない。はい、来たね来たね。タヌキか、ごめん、ポンタとか勝手に名前つけたわ私。なんかタヌキって言ったらポンタってイメージ。
はい、じゃあ占いだね、多分占いをするのでちょっとそこまで行こう。じゃあ源くんのことをね聞きましょう。はい、源くんのことなんだけど、源英二様と海様の相性は良好でございます。よーしよしよし、いい感じいい感じ、今のところ選択肢間違ってないってことだね。このまま順調にいけばバッチリですよ。彼は意外と繊細のようですね。優しくしてあげましょう。そっか、ありがとう。他にはございますか。なるほどね、あれか、意外と何も考えてないみたいなキャラだけど、そういう子に限って意外と繊細なのか。はい、あとそれとこの呪いを、それではより良い高校生活を送りくださいませ。あ、ちょっとドローン、はいドローンもう読んだよ。はい、源くん、ちょっと次のね、もう一段階解像度上がるとこまで行きたいんだけど、あー、これはじゃあ見てない青木くんに行こう。はい、昼休みだ、張り切って作ったお弁当を食べよう。ぐー、青木くん、海野沢さん、どうしたの？お昼休みだよ、見てくれこのお弁当を。え、何これ、何このお弁当箱変な、なんかすごいね、これが青木くんのお弁当箱。パカ、え、米、米が入ってる。え、お米だけ、カッピカピだろ。なんで米だけ、おかずあげようか。二階堂くんにもらえばいいんじゃない。二階堂くんにもらったらすごい高級なお弁当を食べてそうだし。え、そんなこと頼めないよ。なんで、友達じゃん。友達って言っていいのか。あ、そっか、まだ二人はそこまで進展してないのか、この世界では。ごめん、そっとしておいてくれ。ぐー、行っちゃったしかもね、人の弁当進めるって私最低だね。放課後は寄り道していこうかな。お、来た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 。じゃあここで公園行く、ゲームセンター行く、まっすぐ帰ろう、公園行こう。はい、この公園なんだか落ち着くな。あれ、あそこにいるのは源くん。あ、ここは見たね、これこれ見た見た見た。何これ、海の坂よっす。その眼鏡はどうしたの。なんか遠くが見えねえなと思ったら目悪くなってたんだ。ゲームやりすぎだってよ。へえ、あ、これどうするんだ。似合ってるよ、似合ってるよ、うん、繊細だもんね。はい、源くんとメガネっていうのは、あ、いい反して永遠に交わらない関係に思えるけど、意外ととっても似合ってる。お？ IQ どんくらいに見える？アインシュタイン超えた言い過ぎ、これで俺も相対性理論だぜ。褒めて伸ばさないとね、意外と相対性理論とか知ってるんだね。ごめん、私バカにしすぎかな明日は体育祭か、楽しみだな。お、これ解像度上がるんじゃない。私たちは全力を尽くすことを誓います。あれどうだったっけ、上がるっけこの時点で。初めての学校行事だし、目いっぱい楽しもう。ありがとう、今日初の、かわいい。海、今日は頑張ろうね、目指すは優勝だよ、もちろん。二階堂くんは一段階上がってる。いや、いいね、もう分かってるからね、君の素顔。よし、頑張るぞ。あれ、どうしたの。二階堂くんは運動が得意じゃないんだって。昨日からずっとこの調子だよ、うるさいな。あ、上がってる上がってるお、なんかすっごいやっぱやんちゃそうな感じ、雰囲気はあるよ。よっす、わあ、源くんの好感度が上がってる。なんとなくどんな感じか分かってきたな。うん、分かる分かる。源くんとるいくん2人とも気合い入ってるね。学校中の注目を浴びるチャンスだから。困ったな、また人気出ちゃうな。イエーイ、お、いいぞいいぞ、借り物競争、ついに私の出番だ。難しいお題が来ませんように。1について、よーい、イケメンだったっけこれ。私の借り物はイケメン？誰を連れて行こう。ほい、来た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 。じゃあもちろん源くんで。源くん、私と一緒に来て。りょ、ありがとう。りょやったー、1位だ。おめ、なんで俺が呼ばれたんだ。借り物競争でイケメンを借りないといけなくて、俺りゅう見たいってことか。どういうこれ、口開いてんのかな。いや、可愛いな、イケメンイコールりゅうなんだ。喜んでもらえた。源くん、青木くん、クラス対抗リレー頑張ってね。そっか、足早いのか。
ああ、クラスの代表として選ばれたからには命に代えても勝利を手にしてみせるよ。そこまでは求めてないかな。源くん、靴ひもはきちんと結んだかい？おう、結んだしグルーガンでくっつけたぜ。あ、ここなんか覚えてる。なんでくっつけちゃったの？そうだよ源くん、瞬間接着剤の方がいいと思うよ。僕は二度と取れなくなっちゃうよ。1についてよーい、パーン。女子から男子にバトンが渡った。うちのクラスは3位。青木くん頑張って。やった、2位まで来た。次はアンカーの源くんだ。早い。頼んだよ源くん。来た。ここでスチルが来るんだ源くんは。わーいい。後ろはやっぱちゃんとしてるけど源くんだけだね。あ、白のあれ巻いてるね。おお、いいじゃん、かっこいいよ。行け源、いいところ見せろ。めっちゃ早い、トップだよ。このまま独走だ。あ、やっぱこけちゃうか。ちょっとこけるかなって思ったら転んじゃった。どんどん抜かされていくよ。源くん頑張れ。源くん起き上がった。圧倒的な速さで追い抜いて、やった、1位だ。すっげえ、一回転んだのにすっげえ。源くんかっこよかったよ。転んだ時はもうダメかと思っちゃった。へ、サンキュー。あ、赤くなってる、かわいい。海の沢の声が聞こえたから絶対負けねえってなったんだぜ。私の応援聞こえたの？すげえでけえ声だった。よかった。次はちゃんと靴ひもを瞬間接着剤でくっつけるぜ。それはしなくていいよ。おお、よかった、1位無事に取れた。体育祭は無事終了。みんなの頑張りのおかげで白組が優勝。やったね。はい、初めての学校行事楽しかったな。疲れたからもう寝よう、おやすみなさい。はい、じゃあね、今回はここまでにしようと思います。2段階までね、ドット解像度上げたんでね。いやー、まさかね、あの運動会はね、二階堂くんの時は普通に終わったんだけど、源くんだったらあそこでスチルが来るっていうね。いや、すごいいいね。源くんもすっごい楽しみなんだけど、絶対かっこいいと思う。いや、ああいうおちゃらけキャラに限ってめちゃくちゃね、実は闇抱えてたりとかあるからね。うん、すっごい楽しみですね。はい、ではまた次回続きやっていこうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。では、またねー。